夢中としてやられるということですね。すみません、一から聞いていきたいんですけど、夢チューブっていうのは、これは何の名前なんですか？バンドの名前？プロジェクトみたいなの？プロジェクトの名前でもあるし、僕たちの活動する時のチーム名でもあります。あ、出会いました。出会った。いつ頃になりますか？去年の夏です。夏ですね。登場したっていうのはどういったところで、まあ、こういうことをやろうということですか？最初に会った時は音楽とりあえず確かっていうバンドで同じバンドが好きで、そこで意気投合して。リーズンっていうのは全部プロのバンドではない、アマチュアバンドってことですか？そうですね、まあアマチュアです。だからデビューの高校生、高校2年生と21年生そうなんだ。そういう状況だ、はい、実は例えば CD を出したりとかプロになる予定があるとかっていうわけでもあります。じゃあこちらにボーカルなんですけど、はい、リーダーってボーカル、リーダーリーダーで、うん、ボス、うん、ボスこの2人急来て、早君くるくる回って、そうです。怖い、はい、じゃあ次はどうしようか。私が、はい、クスナー、クスナー、キリンだね。あ、はい、ハンバーガー、はい、ビットの上みたいなやつ。そう、うん、ちょっとこうやってないじゃあ普通の席で大丈夫です。はい、ってことはマサも出ないんですよ。それ将軍の将軍こちらでやるかもしれない。このそれがその型っていう人の方も型、ちょっとなんか点々じゃないですね。勉強したいとは思って。どうとしてやってらっしゃるんですか？プロとかあるね。あるね、わかんないけど、とりあえず今フリーのイベント。報酬とかもきちんともらう。今はそういう利益目的とかじゃなくて、佐賀福岡お願いします。佐賀大好きです。で活動している高校生バンド、そうですね、関さんも高校生でいいじゃん、うん、はい、ルミちゃんがいなかったら多分ここまでやろうとまでは思ってなかったです。で実際の夢は、はい、つづりがあなたと私って意味になってるんですけど、意味はあなたと私の夢っていう意味で、チューブはまああれですよね、まあ、YouTube から来てます若干じゃないです結構来てます共有するっていう思いが込められていて、YouTube は映像をみんなで共有してるじゃないですか、そういう感じで夢を共有し合って、いろんな夢の可能性を広げていけたらいいなっていう、どうする世界の僕らは。お願いした時にスカンクショットブースターってやっぱプロだし、すっごい尊敬してる地元のバンドで大好きなんで、このイベントのトリで出てくださいっていうお願いをしたんですけど、君らが企画して、君らがその大好きな、君らがいいと思うバンドを集めてゼロから作ってるんだから、トリっていうのが直接ライブタイプなんですよね。で、いただいたか日時とかそういうものではない。PV ですか？ PV 制作。そういうことか。そういうことか。ありがとうございます。そういうことを大事にしてもらいまして。こういう時にライブプロでもやっぱりコンサート中止とか払い戻しとか今すごいやってる中で、ライブハウスも電気代使っちゃいけないとかそういうのもいろいろ合ってる中で開催しようかどうかすごい悩んだんですけど、やっぱり、まあ、できることは音楽しかないので、やらないよりはやっぱりやって義援金届けることができたらいいなと思って、やっぱりやろうと思って、でまあ7バンド全組にもやっていいですよねみたいな感じで、まあ、みんなもう7バンド全員僕たちにちゃんとついてきてくれる感じで、もう思いはちゃんと一つなので、BGM 的なインストの音源も作ってたんですけど、間に合わなかった。間に合わない。じゃあその曲は ないです。すいません。
丈夫ですか、写真を撮らせてもらってもいいですか、どんな形で撮ってもらうんですか、せっかく楽器持ってきてもらってもいいですか、あ、ギター出しました、